今全世界で注目されているロシアだけど、日本に対しても圧力をかけてきているよね。経済制裁に対しての報復だろうとも言われているな。まあ、今のロシアに日本に注意を向けられるほどの余裕があるのかは疑問だが。いろんな国に対して強気な発言をしているからね。現状、世界で一番孤立している国になりつつあるのかも。さて今回は、そんなロシア軍の動きを警戒してか、陸上自衛隊が北海道にも電子戦部隊を配備することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月5日配信の FNN プライムオンラインで、陸上自衛隊の北海道東千歳駐屯地に、新たなネットワーク電子戦システムニュースを使用する、電子戦部隊を配備する方向で政府が検討しているとの報道があったんだけど、東千歳駐屯地には1981年から第一電子隊が配置されており、すでにニュースも配備済みなんだって。陸上自衛隊ではこれまでに東千歳駐屯地の他に、北海道では留萌、九州と沖縄においては長崎県相浦、熊本県県群、鹿児島県奄美、沖縄県では那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊を配備しており、これらを2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新編成し、部隊本部機能のみを東京と練馬区の朝霞駐屯地に置いているよ。また、これらに加えて2022年度中には新潟県の高田駐屯地、鳥取県の米子駐屯地、鹿児島県の川内駐屯地、長崎県の対馬駐屯地、そして日本で最も台湾に近い沖縄県の与那国島にある与那国駐屯地にも、2023年までにはニュースが配備される予定とされているみたい。なお、与那国駐屯地には、航空自衛隊の移動警戒隊が交代制で配置されているが、2022年からは常駐化させるとしており、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対する緊急発進に対応するとしているぜ。この陸上自衛隊が整備を進めているネットワーク電子戦システムネットワークエレクトロニックウォーフェアシステムとは、これまでの電子戦システムの後継として防衛装備庁が開発し、三菱電機と NEC が制作している電子戦システムで、電波の収集分析を行うとともに、相手方の通信電子活動を妨害して味方の作戦遂行を有利に進めるためのシステムのことなんだ。このニュース以前の陸上自衛隊の電子戦システムは東西冷戦時代に開発、装備されていたんだけど、ソビエト連邦の崩壊による東西冷戦終結後の世界的な軍縮傾向を受けて、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみとなっていたってわけ。2003年にアメリカ軍において、工事の情報ネットワークを用いて情報を伝達共有することにより、作戦上における意思決定を迅速化するとともに戦力の運用を効率的に行うことを目的とした、ネットワーク中心の戦いネットワークセントリックウォーフェア NCW との革新的な軍事コンセプトが立ち上がったことを受けて、防衛省内においても電子戦の重要性が高まったんだよね。その流れから NCW コンセプトに基づく CUI システムの整備と、それに伴う通信の質と量の増大と重要性に加えて、敵の通信を監視妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになり、電子戦システムの損耗更新、及び敵が発信する電波をより効率的に妨害することを目的としてニュースの開発が2010年から始まり、試験を重ねた上で2019年から量産、配備が開始されていたよ。それまでの電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムがそれぞれ個別に開発されていたものを、ニュースにおいては技術の進歩によるシステムの小型化と搭載する車両の機動力が進化したこと、開発ライフサイクルが短縮されコストが低減されたことなどにより、電波収集分析機能と妨害機能が一体化された他に、旧システムでは不可能であった車両移動中の電波収集が一部の電子戦装置を除いて可能となっているぜ。ニュースのシステム構成については、あらゆる周波数帯の電波収集及び妨害を実施するための電子戦装置があり、それぞれの電子戦装置が収集した情報の処理分析して妨害を実行する装置に指示を出す指揮統制装置に、システム同士の連結の統制を担当する電子戦統制装置などによって構成されているよ。電子戦については一般的に分けて電子攻撃、電子防護、電子戦支援の3つがあり、電子攻撃とは相手の通信機器やレーダーから発信される電波を妨害して無効化することを指し、電子防護は装備品をステルス化して探知を防ぐ、あるいは通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用電磁波の周波数変更や、出力増加などで相手の電子攻撃を低減、無効化することであり、電子戦支援は相手の使用する電磁波に関する情報を収集することを指すよ。ニュースのそれぞれの電子装置は、3つの目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、
異なる周波数の電波や発信源に対応しており、陸自衛隊における装置の名称は電子線統制装置、電子線装置I 型、電子線装置2型、電子線装置3型、電子線装置4型 A、電子線装置4型 B とされ、装置ごとに車両に搭載されて移動可能となっているため有事の際の生存性が高いものとなっているんだ。電子線について世界でも先進を行くのはロシア軍で、北方領土を含むクリール諸島千島列島においても上陸作戦への防御に加えて、太平洋艦隊の太平洋進出と戦略ミサイル原潜の活動域であるオホーツク海を聖域とするために、強力な電子線装置を展開して要塞化しているとみられているよ。ロシア軍はジョージアなどへの侵攻、あるいはシリア内戦などの他に、2014年にウクライナのクリミア半島に侵攻した際に鮮やかな電子戦とサイバー戦を展開した実績があるんだ。クリミアではロシア軍によってウクライナ軍の無線通信が妨害され、司令部と前線の連絡に携帯電話を使わざるを得なくなったウクライナ軍兵士の携帯にロシア軍がメールなどで虚偽指令を送信し、誘導された部隊を待ち伏せして集中的に攻撃を加えることでウクライナ軍に壊滅的な被害を与えたんだって。この際に使用された電子戦装置オルラン銃やレール3については、北方領土に配備されていることが確認されていて、自衛隊としてはこれらについての対策を講じる必要があるとされているよ。しかしながら、電子戦に長けているとされたロシア軍が、この度のウクライナ侵略ではウクライナ軍によって逆に電子戦を仕掛けられていて、ミサイルによる軍事移設攻撃が不十分であったり、無線を傍受されて待ち伏せを食らい甚大な被害を出しているほか、召喚級の指揮官が多数戦死させられたりしているのはなんとも皮肉な話だよな。多くの軍事評論家はこのことについて、2014年のクリミア侵攻があまりにうまくいきすぎ、ウクライナ軍を甘く見ていたロシア軍の油断に他ならないと指摘した上で、ウクライナ軍においては2014年の失敗を反省、分析した上で対策を講じていたのであろうとの見解を示しているんだ。今回のウクライナ侵略においては、ロシア軍が首都キーウに迫った部隊を撤退させるなどウクライナ軍の前線が伝えられているんだけど、ウクライナ軍の内部情報部隊配置や指揮官名などは全く伝わっておらず、ウクライナ軍がロシア軍の電子戦への対応をどのようにして堅固なものにしたかについて情報収集を急ぐ必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、水族館についてだよ。水族館って確か美味しそうな魚がいっぱいいるとこだよね。食べようとするなよ。まあ、魚がいるところは合ってるね。本題に入るけど、水族館に行くと大体サメがいるよね。でも、なんで他の魚たちがいるのに、食べないのかな？と思ったことあるかな？確かに海に行けば魚食べてるもんな。なんでだ？理由は簡単なことなんだ。食を満たすための行為だからなんだよね。お腹が減っていたらどんなに美味しそうな獲物が来ても食べないってこと？そうだね。人みたいに食事を楽しむこともなく、生きているために食べているから、お腹が空いていない限り食べないんだ。僕だったら、お腹が空いていなくてもアイスとかお菓子とか食べちゃうよ。それは君だけだろ。でも絶対食べないことはないらしく、小さい魚は食べられることもあるそうだよ。だから職員さんたちが数を見ながら、補填しているらしいんだ。結局食べるんかい。やっぱり、我慢できない時もあるんだね。そうみたい。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てくれよな。またね。バイバイ。See you。またね。バイバイ。See 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 you。Thank you.